さあ到着。初めて来たでしょう。はい。本日の豪華ランチはこちら。じゃん。すごい、初めて。今日は妻も連れてやってまいりましたが。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。すごーい。あ、どうぞ。すごい。絶対パワーアップしてるじゃん。これはすごい。ありがとうございます。お待たせいたしました。こちらサザエのつぼ焼きでございます。サザエのつぼ焼き。はい。ありがとうございます。はい、福井といえば恐竜なので。恐竜で。はい。今からお食事に行きます。本日は7月7日七夕です。先日恐竜さん夫婦結婚記念日がございましたが、何もできてなかったので、今日は常に感謝してます。妻へ美味しいランチをご馳走したいなということで、今向かいます。今向かってますので、ぜひよければ皆さん最後まで見ててほしいんですけど、とても素敵な店舗様です。恐竜さんは何回か行ってますが、妻はまだ一回も行ったことがなくて、一度一緒に行きたいなと思ってたので、今回行きたいと思いますね。ぜひ、あの動画を見られてるご夫婦の方、これからご夫婦になられる方、そして、一人の方も、皆さんよければ見ててください。すごく夏に向けて、ロケーションがいい店舗様でして、海が見えて、白ご飯が食べれる。結構県外からお客様、来られることが多い店舗様ですが、ぜひ、福井の方にも見ていただきたい店舗様。ご視聴ください。それでは行ってみましょう。さあ行くぞ。どんな感じの、どこ行くと思うどこ行くか言ってない。どこに行くと思うか。エッチェン海岸なんやけどエッチェン海岸なんやけど多分行ったことないで喜んでもらえると思うよ、はい、何が食べたい今日は。何が食べ、気分的になんだろう。いつもお肉中華が多いけど、何が食べたい気分？おすすめで。おすすめ。おすすめ。とかおそば、五番麺類、肩もろもろ。肩もろもろ。うん。いろいろあると思うけど、肩もろもろ。肩もろもろの中の、おすすめで。うん、おすすめ。それもおすすめ。全部おすすめ。うん、普段の感謝の気持ちを込めていくとおすすめやもん、うん、何がいいか、いつもいろんなとこ食べに行くだよ。わからんかな。お蕎麦とかもいいけど、ラーメンとかもいいけど、ちょっと普段食べんようなのがいい。ちょっと奮発して、で、おしゃれで、ゆっくりできて、ご飯食べれて、ちょっと特別なとこ。夏に向けて、はい、はい、海水浴もできて、海水浴いかんかもしれんけど、そうそう、おじいちゃんおばあちゃんと行ってもいいし、ジーバーと行ってもいいし、バーバーと行ってもいいし、車走らせなあかんけど、すごく景色はいい。ちょっと行ってみたかったし、連れてて行きたかった、ちょうどいい機会やなと、行ってみようかなと思った。で、あれやわあれやわ、おえすごい。ならあーちょっと行かなあかんの。さあ到着。初めて来たでしょう。はい。本日の豪華ランチはこちら。じゃん。海の幸食処越前さんです。一歩までございます。素敵なランチを食べにやってまいりました。はい、こんにちはよろしく頼むぞ。すごい、初めて。さあ、一年さんのメニュー、ドン。あ、インスタされてます。ツイッターもされてます。YouTube もされてます。さあ、今日は、どうしよう。お刺身定食とかめっちゃあるんだ。本当だ。お刺身定食もあるし、でも全部食べて、全部食べてもらいたい。全部食べてもらいたくて、ちょっとこうかな。感じで言うと、なんだろうな、こういろいろある。お、お、あるね。あるわ。あるある。ある。船盛りあるね。船盛りある。
単品もあるけど、エビフライ美味しかったよ。エビフライ、エビフライ食べる。ちょっとこれが気になるわ。めっちゃひってもに気になるわ。やっぱり、あの、キョルさんの動画にも、登場してますが、船盛り、行ってみる。はい、行きましょう。しょ、行きましょう。じゃあ単品で注文したいと思います。はい、じゃあ、ポチッとな。懐かしいね、ポチッとな。知ってるアニメ、あちらね。っていうのも。失礼いたします。あ、すいません、注文をお願いしたいです。やっぱ普段の感謝を込めて船盛り膳を妻に、じゃあお願いします、はい、一人分と、ちょっと久しぶりに食べたいなと思ったんで、エビフライをじゃあ単品でお願いしてもいいですか。はい、お願いします。はい、少々お待ちください。失礼します。はい、お久しぶりでございます。あの、焼肉屋さん以来で、はい、今日は妻も連れてやってまいりましたが、はい、どうもありがとうございます。すごい素敵な店舗様なんで、まあ、妻連れてきたかったんですけど、どういうお料理が今ってメインです？そうですね、今は夏なので貝類が結構豊富な時期ではありますね。貝類、貝類、サザエですとかアワビ、岩ガキですとかね、ちょっと素潜りで取ってくるやつなんですけれども。貝好きなんで、妻はめっちゃ貝好きなんで。あ、よかった。貝が好きなんで、お刺身もめっちゃ食べるんで、ご飯もめっちゃ食べますけど。あ、本当ですか。ご飯もこだわりの一穂豆さんを使われてるということで。そうです、越前町さん の、はい、あの田んぼの店主さんの一穂豆使ってますね。ね、すごくな、はい、もうザ・福井で、地元で取れたお魚が食べれるっていう店舗様で、とても素敵な店員さんがいっぱいいらっしゃる店舗様なんで結構うちのお店はプチ旅行ですとか、ちょっと日帰りでちょっとブラッとドライブに来て、ちょっと美味しいもん食べて帰ろうねみたいな、例えばあのお仕事で頑張ったので自分へのご褒美とか、今日みたいな感じで皆さん結婚記念日に来られたり、奥様の誕生日に来られたりとかして、すごい皆さん喜んでいただいてるので、ぴったりですもうぴったりです、今日良かったです、これで、はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。じゃあ今日はいろいろと食べていきたいと思いますので、いろいろ注文したいと思います。はい、よろしくお願いします。失礼いたします。しました。失礼します。すごい、どうぞ。すごい、絶対パワーアップしてるこれはすごい。ありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございます。めっちゃパワーアップしてるわ。お魚の方をご説明させていただきます。はい、こちらから甘エビ、ケンサキイカ、旬のこちらマアジです。それからサザエとカツジメのブリと本マグロと、こちら水ダコと、あとシメサバのお作りと、こちら炙りでございます。すごい。はい、でそれからですね、こちら薬味でいろいろアレンジしながらお召し上がりいただけますし、こちらお出汁が温まりましたらしゃぶしゃぶですとか、またのご飯とお好きなこちらと、お出汁でですね、海鮮ひつまぶしをお楽しみいただけます。はい、はい、また詳しくはこちらに載っておりますので、こちらご覧くださいませ。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、あとあの薬味の真ん中、こちらへしこでございます。はい、はい、またへしこの出汁漬けもお楽しみください。はい、失礼いたします。ありがとうございます。ちなみにご飯一本前、一本前、うん、そのまま食べたらダメですよ。お酢だ。あ、そういうことね。はいはい、了解ですよ。旅館みたいじゃないですか。了解です。美味しそう。旅館、どうぞ。いただきます。え、何から食べようか。マグロから。いただきます。めちゃめちゃ美味しい。間違いない。美味しい。じゃあ次はサザエ。いただきます。歯ごたえがすごい美味しい。いただきます。うんうんうん。プリプリ。
好きです。めっちゃ食べたくなるわ、見てると妻への感謝のランチですが、とても食べたくなる。そう、いろんな食べ方ができる。しゃぶしゃぶいいよ、しゃぶしゃぶ。しゃぶすごいね。しゃぶしゃぶのやり方。いきまーす。あ、すごい美味しい。変わった、味変。うん。わあ、絶対美味しいよね。いただきます。はい、海鮮ひつまぶし。うん、美味しい。このへしこ、へしこ、自家製越前さん自家製へしこ。エビフライでございます。エビフライ、すごい大きい。きでっきって大きいエビフライ。すごく美味しいです。すごい。すごい。私も大好きなんで。そうなんですね。はい。エビフライ。美味しそう。ありがとうございます。いただきます。エビフライ。です。見て。そして自家製タルタルソース。ケチャップ。はい。美味しい。すごい肉厚なエビさん。タルタルソース。すごい湯気が、うん、めっちゃ美味しい。いただきます。美味しい。ちょっとお腹減ったから1日でもそう、ね、うん、お腹減ったお腹減って、ちょっといろいろ見てたんだけど、この煮魚ちょっと食べたい。こだわり煮魚食べたことないから、煮魚と、やっぱ、サザエといえば、つぼ焼きでしょ。単品。うん。行ってみるわ。ちょっと追加注文です。サザエのつぼ焼き。食べることないから、サザエのつぼ焼き。あ、すいません。追加注文よろしいですか。はい、黒板に書いてある、サザエのつぼ焼きを、一つと、あと、このお作り B 定食のこだわり煮魚ってあるんですけど、煮魚だけっていけます？あ、そうですね。今日大丈夫ですよ。あ、じゃあすいませんが、煮魚をじゃあ追加でお願いします。はい。はい、じゃあ、お待ちくださいね。はい。お願いします。失礼いたします。はい。お待たせいたしました。こちらサザエのつぼ焼きでございます。サザエのつぼ焼き。お熱いので気をつけください。はい。ありがとうございます。それではサザエのつぼ焼きいただきたいと思います。熱々。熱そう。見て、これは熱そう。美味しいです、間違いないです。一口はやばいね。あの、いける。熱そう。美味しい。ご飯食べようかな。ご飯。確かに。本当に。ありがとうございます。美味しそう。煮魚。はい。
これは煮魚は美味しそう。ブリカマの煮付けです。ブリカマの煮付け。はい。美味しそう。美味しそう。ありがとうございます。こちら一番人気なんですよ。実は。もう煮魚が一番人気。はい、なんかこだわりがあるんですか。そうですね。あの煮魚がついたあのお刺身の B 定食が一番人気なんですけれども、こちらの地域ですね、結構甘めに炊き上げるのがちょっとこちらの郷土料理みたいな感じで。あ、越前町ではちょっと。そうですね。甘くどく似てる。そうですね。あの母とかに教わったりとか、母母とかの味付けとかをちょっとお客様に食べていただきたくて再現しております。すごい美味しそう、ね。すごい美味しそう。はい、食べてみよう。あ、ご飯でおかわりって。ご飯で注文してもいいですか。はい、かしこまりました。ご飯をじゃあお願い したいです。はい。はい。いただきます。煮魚。ちょっと反応、いや、お持ち帰りしたい。あ、ごめんごめん、ちょっと喋るの忘れちまった。いや、すごい甘くて、はい、言ってた、そう、甘いっていう甘さが分かった。すいません。あ、これはすごい。あ、これは美味しい。あ、これは美味しい。お持ち帰りしたくなるね、本当に。うん。すごい美味しい。甘だれ、このタレが美味しい。先ほどサザエ食べたんですけど、サザエって越前町のサザエなんですか？そうです、はい、うちの父が取ってきました。お父様がサザエを取ってきたやつ。はい、そうです。あのサザエってあの網で取るのと、はい、素潜りがあるんですけど、うちの店で出してるのは一つずつ素潜りで取ったサザエですね。命がけで。命がけで取られたサザエ。それって毎日取れるもんなんですか、サザエって。そうですね。天気が悪いとさすがにあの潜れないので。ちょっと悪天候が続くとなくなってしまったりなどもあるんですけれど、はい、サザエ、岩ガキ、アワビ、これすべてうちの父が取ってきてます。ただ結構あの天候に左右されてしまうので、はい、サザエはあんまりなくならないかなと思います。うん、岩ガキはあのちょっと数量にやっぱり限りがございますので、岩ガキはなくなることもございます。あ、ですね、サザエなんで皆さんぜひ一遍食べに来てください。はい、ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。あ、よかったです。本当にありがとうございます。いろいろと食べさせていただきましたが、今日はどれが美味しかったですか、妻よ。へー、全部嬉しいです。選べないです。大人なランチで。ありがとうございました。いつも頑張っていただいている妻に大変美味しいご飯をいただきましてありがとうございました。そして今日も撮影にご協力いただきましたので、はい、プレゼントがございます。妻どうぞ。では、はい、こちらの方を、あ、どうやって映るかな。はい。ありがとうございます。福井といえば恐竜なので、はい、ジュラシック君を今日は置いて、あ、ラプト君だ、ラプト君をお渡ししたいと思いますので、もう視聴者の皆さん、もしよければ、もしかすると店内 どちらかに
ているかもわからないんで探してみてください、はい、探してください今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。また来たいと思います。それでは最後は、はい、じゃのじゃのご来店お待ちしております。ありがとうございました。よろしく頼むぞ。